今ちらっとレフトホームスタンド方向を見ました。さあどうですか、1球見ますか、応援かもしれない、大丈夫ですか、1球見ます。さあ中田に OK ですね、 OK ですね、はい。さあそれでは4人目のチャレンジャー、せめて1人ぐらいは、1人ぐらいは先ほどの選手の挑戦です。それでは1球目お願いします。4スイング目になります。では、お
欲しいな。さあ、5スイング目お願いします。ノー、あー、いい当たりですが左に切れました。これ決勝進出の時でもケンコバさん、追加のポイント欲しいですね。そうですね、ちょっと先日に1ポイントでもね。そうですね、最後のスイングです、お願いします。バックスクリーンなら5ポイントですから、藤浪投手は並ぶことができます。そうか、いったー、どうだ、トラキーだ、絶対入ってるって。さあ、今は左に切れましたかね。切れた、かわいそう。悔しいですね。ねえ、あのファールは全部超えましたもんね。そう、初球の乱闘だったので気をつけました。確かに、一回集中し直してからの打席でしたけども。じゃあちょっと来シーズンの目標なんか聞いといていいですかね。来シーズン、来シーズンは活躍して、頑張ります。みんな期待してますので、お願いします。頑張れという声も飛んでます。あ、聞いた、これ聞いた。